あ、なんかいきなり始まった。ストーリーを見る。最初に死ぬ人？始める。クリックして人を選択。ああ、なるほどね。あ、これ最初だけのチュートリアルみたいな感じかな。これで何？再生？はあ。おやだって。あ、RIP。そうです。彼は最初に死にました。遊び方、画面に開始が表示されるのを待つ。最初に死亡する人を一人選択します。再生ボタンを押します。なるほどね。あ、これも選べばいいこと？え？この人でしょ、絶対。これなんか時間が早い方がなんかいっぱいアイテムがもらえるっぽいんですよね。あ、やっぱそうだ。あ、でもやっぱ後々死んじゃうんだ、右の人も。二人とも死んじゃった。はいはい。お、正しい。お、なんか鍵が10個増えた。え、これ何？普通に最初にいいのか？お！え、これも絶対左じゃない？だって銃持ってる方が絶対強い。違うのか、なるほどね。騙されたわ。そっか、ちょっとこう後々頭使うやつも出てくるってことだね。あー、失敗しちゃった。はい、ということでね、りょうまです。今回はね、こちらの最初に死ぬ人っていうゲームをやっていこうと思います。今ね、最初の映像とかでね、わかる通りに、一番最初に死ぬ人をなるべく早く当てるゲームらしいですね。じゃあちょっと続きをやっていきましょう。結構今のでも、頭使ったな。え？え？え？どっち？あ、なんか右の方がちょっと切れるの早くない？こっちな気がする。あ、やっぱりほら！あ、やったー！あ、しかも今回あれじゃん。左の人、知らないパターンじゃないこれ。あ、やったー！じゃ、ちょっと次のコース行きますか。え？何これ？あの何？女の人っぽいところに行けばいいってこと？え、死んじゃった！え？え、どういうこと？どういうこと？何これ？え、これ人選ぶの？え、でもタッチできないんだけど。あ、なんかみんなすごい渡ろうと肘に挑戦してるけど。え、なんかこれ上から落ちてくんじゃないの？え、なんか新しい人来た。え？え、これいける？埋めてきたぞ、人が。あ、でもこれいけそうじゃない？え？二人乗ったからか。え、車で来たぞ、今度は。え、でもそれもロープしかないよ。どうやって行くんだ？え、え？これ意外とさ、女の人なんじゃないの？もしかして。どうだ？おい。私はお金があります。それで行っちゃうんじゃない？あ、やっぱり。で、これ落っこっちゃうんだよ、多分。あ、お金に釣られてそういうことするから。あ、やっぱり死んじゃった。申し訳ありません。絶対思ってないでしょ、今の人。まあ、一応でもクリアはできた。まさかの女性、え、この人が岩を押したら誰が最初に死ぬのか。あ、待って待って待って、これ頭使うな。え、最初の人頭引っ込めるでしょ？え、これ意外と奥の人なんじゃない？どうかしら。多分ね、あの人はね、絶対ね、しゃがむ。え？え、なに？単純にそこの人なの？うわ、騙されたんだけど。正しくなーい。今普通に行ってよかったんだ、じゃあ。え、これ何？これ鍵は何？次のコースに進むのに使ってるのかな？あれ、なんかまた女性と、なんか両手話してる男の人がいたけど、小学生の時よくやったな、こういう危ない運転。あ、元車？あら！え、お金？あ！まあなんかお金好きだな、ここに出てくる女性の人は。え？なに、結局そっちに行っちゃうの？え、ここで？え？3人いるけど。え、この人っぽくない？え、これ全くわかんない。どうなるんだ？あ、落ちちゃってるよ、振られて。え、まさかこの人死んじゃうの？え？おーおー、あ、これ帰ってくんじゃない？さっきの人たち。あ、やっぱりやっぱなのかな、そんな気はしたんだよな。え、どこ行くの？あ、まあ、なんとかでもね、クリアできましたね。やったー。じゃ、またちょっと次の問題に行きますか。なにこれ？お便所？これでも下、あ、もう下も上もやばいね。下怪物で上なんか斧持ってるよ。いや、これ意外と怪物の方が多分ね、優しいパターンな気がする、自分。え、ほら！あ、
怪物しかもあれじゃん。置物みたいな感じじゃん、ただの。え、でも読みは当たってましたね。やったー。なんかまた、銃持ってる人。これでもさ、さっきこっちじゃね、撃たれて死んじゃうでしょ、だって。逃げた！うわ、騙された。そっか、先に逃げるパターンだったのか。これわかんないよ。だって、早めに撃ってれば多分勝ってたよね、あの人ね。もうなんだ、サッカーボール？でかくない？椅子？死んじゃってんもん。今度すげえでかい剣だ。これさすがに剣の方が強そうだけど。あ、やっぱそうだよね。これ何？次どうなんだ？銃バーサス剣？これ問題か、ここで。これさ、いろんなものに邪魔されて銃撃てないんじゃない？剣でいく。これ意外とこっち勝つぞ、多分。さあ、どうなるか。いけいけ！投げんの銃？まさかの撃たないっていう。でもやっぱ正解でしたね。やったー。おっと、次はなんだ？あ、殴られた。あれ、何持ってんの？あ、これ絶対斧勝つでしょ。斧勝つ、剣か？銃だ。これさすがに銃勝つよ、これは。やっぱ銃強い。うわ、なんかまたすげえのが出てきた。これパッと見右だけどさ、意外と左勝つんじゃないの、これ。こっちにかける。やっぱダメ？右の方が強い？なんこれ普通にあれじゃん。やばいぞ、右のやつ。めちゃくちゃやってるんだけど、人。これ何だ、これ。なんでこんなにやっちゃってんの？あ、みんなやられた。うわ、やっぱ強えよ、車に銃は。正しい？どういうこと？右じゃないの今、正解。わかんない。どういうことだ、これ。なんかすごい、なんか、鉄球みたいなのがあるけど、何、斧を持った人が来た。で、鉄球落とすってこと？はぁはぁ。これ次右の人死んじゃうんじゃない？位置的に。ダメだよ、そこで今切っちゃう。これ簡単だよ。これ絶対右だって、絶対右。ただ、そのまま切ったら普通に落っこってくるよ。ほら。なんか急に簡単になったぞ。これまだストーリー続くの？なんかあっさり普通にクリアできちゃった。なんだ？映画館か？ここで何？どうやって死ぬの？なんかカップルが来た。あら、しかもあんなお隣。ちょぼちょぼやってるよ。おいおい。しかもなんかイヒヒってお顔で見てる。めっちゃ空気読んでるじゃん、この人。あんなイチャついてるとこね、近づかないでね、ちゃんと離れて。なんかまた女性が来たけど。何この中の上に出てるマークは？あら！あら、一目惚れ。でも女の人もなんかいいお顔してくれてる。なんかまた一人来たぞ。これ取り合いになるんじゃないか、もしかして。めちゃくちゃ空気読めないぞ、この人。あら！そっちでくっつくの？最初だっていい感じの空気だったじゃん。これ多分この人たちじゃない？怒ってやるんじゃないの、この人が。椅子持ってっちゃった。やっぱり！いったー！うわ！女の人も逃げちゃったけど。正解はしたけど、なんか、ちょっとあれじゃない？女の人もでも逃げちゃったよ。なんだ、またなんか、仕掛けがあるけど。これ左の方が重くない？重りの位置的に。そうだよね、そうだよね。で、このまま、これ簡単すぎない？なんか怒る？もしかして。やっぱり。でも結局そっちでも死んじゃうんだ。かわいそうに。でも順番は合ってたよね。そうだよ、なんか左の方がちょっと重そうだったもんね。やったー。またこのパターンだ。この人が落ちたら誰が最初に死ぬ？これまたこの人じゃないの？だってさっきと変わんなくない？別に。これで避けたり。でもどうなんの？それで宇宙？騙された。そうだよ、同じわけないもんね。そういうことだったのか。やられた。どうやって人が死んじゃうんだろう。禁煙って書いてあるぞ、上。なのにスパスパ吸ってる。かわいそう、この真ん中の人。これ多分怒ってこの人が死ぬんじゃない？絶対なんかするよ、この人。司会するよ、ほら。ほら、やっぱり。
めちゃくちゃやるじゃん。何もここまで怒らなくても、おっかねえ。なんかまたすごい仕掛けと、なんか上に針があるんだけど。あ、これ左だ。これ右の方が傾くから、刺さっちゃうんだ上に。これ絶対そうでしょ。あ、来てる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 。行くぞ。あ、やった。あ、しかもこれ右の人あるじゃん。死なずに、生き残るパターンの感じだね。やったー。これなんかちょっと読めたね。え、またお便所？なんか普通に、用を足してるけど、わっとちょっとなんかまたやばそうな人が来たぞ。多分この人だいぶピンチだぞ。早く出てあげないと。怒られるぞ、多分これ。なんか笑ってるんだけど、なんで？あ、これ多分ね、左の人ぶち切れるパターンだわ。これ絶対右の人死ぬね。絶対怒ってなんかすんだよ、これ左の人が。諦めちゃうの？これ車に轢かれるとかそういうんじゃないよね。ぶっ放すのか？やばすぎでしょ、破壊力。うわぁ、すげえ、多分臭いまま死んじゃったな。結構問題数あるから、じゃあここで最後にしようかな。これ普通に考えたら右じゃないの？これじゃない？あ、でもなんかこれ普通に考えちゃいけないパターンな気がする。多分右が落ちるけど、なんかすんじゃ、意外とあっけなくいっちゃうの？あ、いっちゃった！あ、でも結局やっぱそっちの人、これ逆パターンじゃん、さっきのやつの。なんか意外となんか最後あっさり終わっちゃった。ってことでね、最後、なんとかね、クリアできたね。ということで、じゃあ、ここはね、ここで、ちょっとカビカビだけど、終了にしようかな。ということで、じゃあ、ご視聴いただいた方、ありがとうございました。